Hi all, welcome back to another video. Glad you could join me for another quick playthrough. Today we're doing a trek to Yarmouth. Not been posting up too much up recently because been having some decent weather back here in the UK, so been enjoying it in the day. So any gameplay I've been banging in on the night time. So been doing an hour here and there on trying to complete this game. So yeah, finally got it done. Completed it on the Xbox Series X via Game Pass. I'd probably want to try it out if it wasn't for Game Pass. So yeah, it's glad I did. It's not too bad actually, but worth a go play through on Game Pass. You check out. It's available on PS5, PS4, Xbox One, Series XS, and Windows. So yeah, I've completed it on the easiest level. I always like to do that first off, before I'll whack through probably my second playthrough on the hardest difficulty, mopping up any achievements or platinums, trophies, what need doing. So yeah, that's how I usually play the games. But yeah, we've also playing it on easy. I always like to leave all the cutscenes in as well. So, and just so I can follow the story, then just whack it through on my second playthrough. But yeah, I'm just rambling now. So yeah, let's just get on with the video, shall we? Oh, before I leave, don't forget to hit that like button, subscribe button, and notification bell, just so you can get notified for future videos. But yeah, let's crack on. I'll see you later.真の調和を保つ者は幾年もの先を見抜くことができるというが、全ての調和を乱し者は一寸先をも見抜くことができぬ。一歩一歩進むのだ。気を抜くでない一寸先を感じ取り、己が選ぶべき道を知れ、息を満たし放つのだ。己が心を開け、邪念を鎮めるのだ、ヒロキ。侍ならば心得よ。幾度も同じことを繰り返しております。先生、何故にこうもせねばなりませぬか。侍とはいつまでも型を極めようとするもの。さあ、邪念を鎮めよ。息を満たし、止めよ。向かい合いし者の意図を汲み取るのだ。気を散らせば死を見るぞ。今一度始めからだ。はい先生。手ほどきするは学ぶこと、故に今日は我が先を行こう。間合いを開けよ。しかと見よ。己が身につけし技を見せてみよ、ヒロキ。目を離すでない。一時たりとも相手に背を向けてはならぬ。刀を振ることしか知らぬ者の先は見えておる。守りを固めるのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。防げ、ヒロキ。防ぐのだ。相手の気力がそがれるのを待つは愚か者のすることぞ。風のように動け。さすれば刀に囚われることはあるまい。
今日はここまでだ。三十郎様、明日は三十郎様、三十郎様、一大事でございまする。ヒロキ、ここにおれ。されど。修行を忘れるでないぞ。己が死に従うのだ、常にな。ヒロキ、無事でおれ。愛子殿、我々はどういたせばよいでしょうか。父上があれほど案ずるとは、気がかりでなりません。何があったのか明らかにせねば。されど先生は。これはお稽古よりも大事でございます。参りましょう。町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。ああ、そうだな。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何年言ったらわかるんだい。これは売り物じゃねえ。おめえの荷が道を塞いでんだよ。耐えかねることを耐えてこそ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。拙者は、あ、愛子殿は、そのお顔が赤くなっておられますよ。今は先を急ぎましょう。おいしそうではございましたが。サバ、アサリ、スズキ。この老いぼれの荷車を動かすの。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。三十郎様はものすごい速さで上に上がっていかれました。門の外で何かあるようでございますな。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ何も起きねえじゃねえ。それで困ってんのさ。商売上がってるから、ね、間違いねえ。僕が森の中にいるのさ。ああ、そうさ。あの世の入り口も湖にあるな。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、お急ぎよ。取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文も持ち合わせておらぬ。こりゃ参ったな。よし、持って行きな。銭はいらねえよ。かたじけない。明日また買いに戻りまする。必ずや。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。おめえさんなら黄泉の国まで追いかける。
もんじゃ。勝負事は相手よりも師範時に勝つことが正数。ヒロについてねえな。は一番道場じゃねえ。怪我はありませんか。いや、なんでもねえ。ただ口惜しいだけで。拙者は三十郎様を見つけなければなりませぬが、戻った際に必ず手助けを。ありがてえが、なんとかするさ。足が手を貸しますんで、ご客人の世話が済んだらすぐそっちに向かいます。ありがてえ、ありがてえ。今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。お急ぎを。拙者から離れませぬよ。先生を見つけねば。いけませぬ。危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば先生に合わす顔がございませぬ。そして拙者は、拙者は弘樹殿、お行きくだされ。案ずることはございません。何してわしを止める気だ。拙者は侍じゃ。ボロ切れが。諦めな。
そいつを楽にしてやれ。でござりまする。かたじけねえ、かたじけねえ。こんなに血が。この向こう水なもののふは誰だ。聞け、ケタモノ。拙者は侍じゃ。ああ、そうかい。先生からしかと手ほどきを受けたのだ。迎え撃つ備えはできておる。武器を置いて逃げるんだな、小僧。逃げはせぬ。これは拙者の誓いし務めじゃ。ならば黄泉へ行け、愚かなわっぱが。仕留めろ。命乞いするなら今のうちじゃ。何かでございますか。かたじけない、色木様。三十郎様をお探しなら、先刻この前を駆け抜けていきなされました。誰もおらん。行くぞ。酒を飲みながら。お前はここで死ぬのか。何ですじゃ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめてくださることを願う。拙者をお供させていただければよろ。相方が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。
チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大したものになる。財閥はいつ来てくれるんだ。あわや切り殺されるところでした。先生はご師範様はわしらを守るために刀を抜かれました。手柄のために命を投げ捨ててはいけませぬ。拙者は死を恐れませぬ。先生の助太刀をすれば。社の中に何かあるはずだ。こいつらが幾分信じ、殺しなが命乞いするなら今なし。
女房と。田中、年端もいかぬ小僧の手に我が折々幼し、我が我が父を討ち取りし時よりも参れ、刀さばきを見せてみよう。何もできぬな。恥さらしめ。わっぱを切ろうとは、武士の風上にも置けん。武士の誇りなど弱く恐れる者どもの大義名分。何も知らぬ賊め、恐れをなして逃げ出すなら今ぞ。恐れの主とは我のことよ、じじ。ありました。たとえお主の命が尽き果てようとも。承知いたしました。よし、愛子を頼んだぞ。父上。先生の名を汚すようなことはしませぬ。妖術使いのごとし武将、まだどのようなものかわからぬ。そしていかにあのような軍勢を集めたかも明白なるは、残忍で容赦なき悪であるということ。奴の手下は山から影のように密かに現れ、二つの村があったところには血と灰だけが残りました。大官所の助けは間に合いませぬ。奴が上川村を取れば川を渡り、次はこの村。我が村よりもまず上川村の者どもを救わねばならん。まことにその通りでございます。あの村の定めは我が村の定めも同じ。上川村の方たちにすぐに知らせ、我が村へ迎え入れましょう。その上で橋を落とし、奴らが川を渡れぬように。もし我らが戦議の中失礼いたします。されど何者かが門にて助けを求めております。入れてやれ。鬼じゃ、奴らは鬼じゃ。いずこのお方か、何者にやられたのです。教えてくださる。亡者の目をした者たちがいずこからか急に現れ、奴らの大将はただただ見届けておった。奴らが、わしは上川村の者だ。何人かで林の中に逃げたが、鬼どもが追ってきよった。
わしの家の者は。お悔やみ申します。誰か茶と米をこのお方に。今すぐに奴らを撃たねば。あの村の定めは我が村の定め。お行きくされ。敵は姿を現しました。私は守りに備えます。ご武運をお祈りいたします。あなた様。先生の名を汚すようなことはしません。上川村の者どもでございます。では奴の手下どもはすでに川を渡っておる。一刻の猶予もないぞ。森光殿。いざ参る。生きておろうが死んでおろうが、拙者は上川村にたどり着かねばならぬ。橋は落とされた。ならば斧が力で倒れろ。倒れろ。志と指導は山をも動かす。川の見張りなど取るに足りん。わしらも襲撃に加わるべきじゃ。まあいいじゃねえか、こんな楽な役目もないさ。川岸でこっちだ。おそ対岸でやの仲間どもは黄泉へ行った。己も死を望むのか。お前はわしの稲妻のごとき刃をかわせぬであろう。ならば見せてみよう。命乞いするならいい。
叩き切れ。ボロクリが喉をかき切れ。しまいだ。もうすぐ来るぞ。早くしろ。精一杯やっちゃう。逃げるなら今のうちじゃ。橋は落とされておる。されど古い金堀のマブを通って次まで参ろうぞ。戦だと聞いておったのに。叩き潰してやる。切れ切れ切れ。やろうは敵だけだ。もう案ずることはない。片付けない。若いお方、もし拙者の同志を見てはおらぬか。いいえ、されど捕らえた者どもを上川村へ連れて行くとこの鬼どもが話しておるのを耳にしました。ならば拙者はそこへ向かおう。どうかご無事で。ひどい雨で立ってたら病に倒れちまうぜ。酒に飲まれることへの罰はさらに重いぞ。闇送りにして。一人だけだ、うん、
ここで止まれ。この先は誰も通さん。拙者を通せ。あずもの通さん。伏せろ、クズ。女をすぐさま離せ。己を噛みかぶりすぎだ。お前は後だ。今だ。何もかも取られた。何もかも死んでおる。雷神様の怒りのようじ。よくも兄貴をやりやがったな、クズ野郎。どこのお方か存じませぬが、まことに片付けのございます。どこだ？どこへ行ったんだ？ご慈悲を。中にも誰かおるぞ。急だものだろうね。急だろうともめ。早く。どこだ。早く桶を持ってこい。
止めようとしたんじゃ。されど。措置はなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場で。どうぞお気をつけて。かたじけない。ここまでだ。
しまった。なんでみんな殺しちまわねえんだ？さだため様は。なんでみんな殺しちまわねえんだ？さだため様は。どういう場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったか。みんな待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。
我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。宝には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできまい。父上は黄泉への途に就かれました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。
のからだ。侍は皆上川村へ向かった。わしらの測った通り、奴らが戻ったならば帰りしちには無しかない。静かに動きなされ。奴らはこの先で待ち構えております。承知いたした。そなたは誠に無事か？わしは見つかりません。されどあなた様もお隠れになった方が。こいつらはただの賊ではございませぬ。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを超うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。先からでも暗図を射止めよ。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。頭をかち割ってやる。出しておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。すぐ気づかれちまうぞ。さっさとやっちまえ。そうですかい。わしにやれるかの。馬に食わせる飯もねえんだ。もたもたしてんじゃねえ。
さあ、で撃たれてしまう。早く、もっと早く。恐れなく進む。違いない。止めろ。目を狙え。手を止めるな。たとえ死と隣り合わせであろうと。拙者がそなたを見つけられるなら、他の者にも容易に見つかるということぞ。ヒロキ殿、まことにあなた様でござるか。ここは危のうござる。逃げなさい。どこへでもいい。だが、みんなおらんようになってしもうた。カギさんも、子供も、わしの弟までも。みな、そなたが生きる姿を見ておるぞ。死には行くとこもねえし、行く通りもねえ。ここに残るは死のみ。行きなされ。また一からやり直せばよい。どうかの。わしは一人では何もできん。あなた様もすぐ分かるようになろう。まだまだこれからじゃ。拙者が勝ち行くぞ、星と。
ために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさず、やすやすと。不思議よ、命だけは見逃す。あたきゅうれを使いだ。あわしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。ボロ切れが。うわぁ。ヒロキ殿、お戻りか。傷が。斎藤殿、お許しを。奴らの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめなされ。先には死が待つのみじゃ。ならば死と出会うまで。どう？これは単なる襲撃ではない。恐れゆえのさらなる恐れを煽るがための所業。捕らえた。
遅すぎだ。上がれ、腹をかっさばいてやれ。鬼どもはアイコに何を。馴染みの顔ばかりじゃ、みなよく存じておる。まだ息のあるやつがおる。武器を持っておる。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。ことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのは
お前の中、我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。アイコ、まことにそなたであるか。アイコ、どこへ行く。身に覚えのない地なれど、どこか気懐かしくある。女がここを通ってはおらぬか。あるいは通ったやもしれぬ。はっきりと申しくだされ。見たのであるか。この先じゃ。されど心してまいる。ここは汚れた地、恐ろしい病に侵されておる。かたじけない。承知いたした。下がれ。どうしたというのだ。くぅぅ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 I'm sorry.
汚れなし清き者。はい、わしはお前などにやれん。この者のけども自らを蝕んでおるようじゃ。思い違いでござろう。拙者は切られるべきものにのみ刀を抜いたまでじゃ。そのようなたわごとをよくも軽々と。誇りはないのか鬼め。待て、くさばれ。橋は崩れぬだろうか。せと言ったのじゃ。わしに屈せ。わしは私だ。だけでは止められない。ゆきゃー。
刀を抜くなかれ。拙者も武士道を志す者。ほらを吹くな。お前は罪なき者どもの血を浴びておる。拙者が多くの者を黄泉に送ったは事実。されど罪なき者は一人もおらぬ。頼む、今誰も死ぬことはない。拙者は皆が村で斬られるのを見た。それでもお主は和平を口にするか。誇りなき化け物め。この者どもは拙者を村を荒らした悪党どもと思い違いだ。拙者が相手した輩であろう。ここに？拙者には下せぬ。いかにしてこのような。分かっておる。わしらも皆道をなくした。なんと、村一つ失われたとでも申すのか。そうかもしれぬ。もしくはただの幻想か。そなたの言葉は道理にかなわぬ。頼む、何が起きたのじゃ。進むのじゃ武士よ。望みを捨てるでない。拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む、拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志誇りまでも。お主は思い違えて。今よく分かった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。
アイコ、どこへ行く？どう？落ちる！お前は落ちる！この湖は泳ぐには深く冷たい。わらがみのようにおろそかな筏であるが、こと足りよう。殿、されどお主が斬られたのを上川村で見たはず。そなたが生きておると知っておれば。お主、我らを見捨てよって我らを朽ち果てさせたのじゃ。拙者はまやかされたのじゃ。多くの者が亡くなった。お主が名誉ばかりを欲したからじゃ。そうではない。拙者は奴を止めようと。お主は誓いを破ったのじゃ。一体何が起きたのじゃ。この汚れた地はお主に何をしたというのじゃ。
何か誰か来る。やっと。全て食っちまった。腹が減りすぎておったんじゃ。ではお主もこの地のものだ。わしのようにここにおる全てのもののように。少し高く登れば。月に淡い光が差しておる。わしらからこれより何を取るというか、もう十分なくしておる。何のことじゃ。橋だ。もはやわしらは帰ることはできぬ。拙者の重みにも耐えられぬなら、そなたの重みにも耐えられまい。他に戻る道はないのか。道などない。
な痛みだ。汚らわしい。汚れが決まらな。ご自分を責めることなどございませぬ。あなた様は静寂をお持ちくださいました。私はそれまではおののくことしかできずにおりました。私は黄泉の者となり申した。しかと受け入れたのです。拙者は遅すぎたのじゃ。そなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとは。されど拙者もここにおる。そなたのそばで静寂とともに。私もそうしていたく存じます。されど叶いませぬ。今しばし、あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。闇へ下り、待ち受ける者と向かい合わねばなりませぬ。それでそなたを取り戻せるなら、どのような闇でも立ち向かおうぞ。後ほどお会いいたしましょう。さように。されどあなた様のお心は別の地に導くやもしれませぬ。そなたにもう一度会うことは叶うか。一度だけ。
もしくは永遠に。ここが黄泉か。死者の地、闇の世。何か道があるに違いない。この妙な印、動くようだ。何か刻まれておるようじゃ。最初に切ったものだ。これで拙者をおののかせたつもりならば、そうではないと知れ。拙者は神川村へ向かったのだ。何故愛子のそばにとどまらなかったのだ。固く誓いを立てておきながら。貴様はひどきあれだ。拙者を存じておるのか、精霊よ。貴様がしてきたことは我らすべて心得ておる。拙者は計られたのじゃ。見通す術などなかった。
ならば参れ。お主の技を見せてみよ。遅すぎる、遅すぎる、遅すぎる。死した者を斬ることができるのか。いずこへ参るのか。黄泉に舞い戻るのでなくば。この先は誰も通さない。黄泉はまやかしを見せる。物が見に頼ってはならぬ。我らに終わりなどない、ものの不要。切らねばならぬものを全て切るだけのこと。
またあの印じゃ。拙者がとどまり皆を守っておれば、格のごときことにはならずに済んだものを。愛子がこのすさんだ地に来ることもなかった。以上いかなる悪しき夢を見せようというのか。
この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。されどここで身を引けば己に背くも同じ。お前は妻を死なせた。お前は皆を死なせた。わしとただ戯れるためにね。またもお前か、飼い犬が。嘘偽りばかり申すもの。お前を撃ったことに悔いはない、この鬼め。ここでは皆お前の鬼だ、小僧。甘い。できぬ。お前のしくじりを改めることもできぬ。
黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。死ねえ。これは黄泉に送られた者すべてが通る道か、はたまた拙者の身に課せられた試練か。死ねえ。愛子に会うのじゃ。会わねばならぬ。逃げよ、嘘せよ。何するぞ。
ねえ。先生の教え通り、斧が選ぶべき道を見抜くのじゃ。それこそが絶望に耐える術。抜ける道か、もしくは深く悪しき夢へ踏み入る道か。奴らを見捨ておって見殺しにしおったな。拙者は図られたのです。もし心得ておれば。裏切り者め、
先生。アイコは、アイコはどこだ。先生、お許しくださいませ。アイコもこの地に不覚にもお守りできず。お主を責めるつもりはない。されど死をもって己が義から解かれるものではない。悪しき影狼は数え切れる者の命を奪い続けるであろう。戻る道を見つけまする。皆をあのような輩から守らねば、たとえ我が命が尽き果てようとも。お主はいつの日も優れた弟子であった。愛子は我らを許すであろうか。そう願うほかない。行くがよい。最後の試練が待ち構えていよう。知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり。我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。
び黄泉は忘れ去った在りし日へと我を誘う。カゲロウにこれより多くの命を取らせぬため。ではお主の思う女をただ一人永遠の道を歩ませるのじゃな。添い遂げたい思いは大いにある。されど我は義の道を志した身だ。ではお主は誓いを破るのじゃな。先はどうさぬ。
前に進むことができようぞ。過去に切った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ平和を探しておる。核のごとき浅ましき地にありても、この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。遊びはしまいじゃ。去る時が来た。黄泉が許すならばじゃ。気持ち。
早道などありえぬ。仇討ちを望むのであれば。くっつまったやらせてくれ。虫に食われた木のごとく、この地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらに欺き、まやかしじゃ。我が過ちで皆が多大なる害を被ったは事実。斧が身の身を憐れみよって。なすべきことをなすのじゃ。目先ばかりの義務、お前を囚われるようにするだけだ。
が見飽きた。私は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。道を外しおくため。義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だ叶わぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に魔となる。行くのじゃ。
が里、炎は今なお燃え続けておる。我らはまたすぐ共になろうぞ、アイコ。すぐにじゃ。なるほど、仕留めたはずでは。誰かおるのか。できるぞ。もう少しで目ん玉くり抜かれるところだ。やつが武器を持って己を買いかぶりすぎじゃ。お頭には近づける。拙者が何を超えてきたか分かるまい。そうか。誰かおるぞ。助けが来たんじゃ。やっと。仲間かもしれん。焼け死ぬくらいなら、この身を天に任せる。
首を落とせ。命か、諦めな。炎が大きすぎる。他に道があるに違いない。誰もおらん。行くぞ。道じゃ。
こたびカゲロウは滅びる。旅に出ておったようだな。新たな決意に満ちておる。何を学んだつもりか知らぬが、足りぬわ。ただわしはお前をまた撃つだけのこと。アイコのためなら何千回でも死んでやろう。次で終わりよ。海へ帰れ。アイコが待っておる。トアが待っておる。それがお前の読みの深みでの決断か。さぞ苦しんだであろう。己を責めながら我はためらいなどせぬ。ただ奪ったのだ。アイコが我を黄泉へと呼んでおる。己は所詮ただの下等の僧。世に忘れ去らぬ己の生涯積み上げた欲の果てにもはや何も残っておらぬ。